アミゴー来ましたよ、エッカルミッション。いわき港駅でございます。ごめんなさい、海です。海でございますよ。テンションが上がっております。早速参りたいと思います。面白まるまるを探しに私行ってまいります。Stop the seas in the sun。 のっけからウキウキですが、こちらの JR 羽越線いわき港駅は2001年に開業。歩いてすぐのところには日本海が一望できる道の駅いわきがあります。夕日がきれいなこちらの海でロマンチックなひとときを過ごすのは最高です。皆さんご覧ください、今まで駅ミッションでたどり着くことができなかった海でございます。ジャパニーズシー、合ってますか？これ日本海ですよね。ジャパニーズシーでございますよ。浜に行くとね、あれですよね、どっかの海外からこうなんか届けみたいな感じでこう瓶みたいなやつがこう投げてきて、こう、お、何書いてんだろうみたいな、それ面白いんじゃないですか。2020アミーゴ朝の初めての海、いいじゃないですか。ちょっと綺麗な海ですわ。うおほほほほほほほ、気持ちいい、すげえ気持ちいい、やばい、すっごい気持ちいい。あら、もうあれですか、海水浴楽しんでる方がいらっしゃって、すいません。秋田テレビなんですけれども、はい、ちょっとお話よろしいですか？はい、今日お二人は秋田の方ですか？いや、新潟。新潟、はい、おオーストラリア。オーストラリア。どっちも新潟から。そうです。どうしてこの秋田にいらっしゃったんですか？まあ、ロードトリップをしていて、新潟から。もう今日最高ですね。そうですね、海ね。ぜひ秋田、美味しいものたくさんありますから、はい、海の幸とか、うん、ぜひ食べて、ありがとうございます。はい、行ってください。ありがとうございます。今回のミッションが U を探せだったらもうロケ終了でした。しかし今回は面白まるまるなので、今度は直売所の方にお邪魔してみました。もうね、ほら、焼き物コーナーからの、いただきました、カツカツ。いや、もういい匂いに誘われてありがとうございます。来てしまいましたが、こちらのいわき活魚センターをはじめ、道の駅いわきには新鮮な海産物をその場で食べられて、しかも安いという夢のような空間が広がっています。これ、いいですか？一つ、はい、一ついいですか？はい、あの、これで800円とかすごく、これ800円です。特大に、特大、特大、特大、800円ですよ。でかっ、でかい、千円してもいい感じよ。そうですよね。ほら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 、わかります？これ入るよ、お母さん、これ一口。わかんない。ちょっと待ってね、いただきます。でかすぎる、でかすぎる。うめえ、これ、これやばい、お母さん、ありがとうございました。おビール欲しい。ビールあるよ。ダメ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 。満喫していますが、そろそろ本題の面白まるまるをと思ったら、なんといわき活魚センターの代表がいらっしゃいまして、面白いものがあるか聞いてみました。かき取り、かき取り、かき取りする今日、今日はやれない。今日はやれないけど、みんな潜ってこうやるんですよね。へえ、で、そこにいわきのかき、こんなに大きいやつが、へえ、すごー。今年の牡蠣どうですか？今年、いや、いい方だよ。一番いいですよ。ああ、一番いい、はい、だってうまかったもん、会長。ああ、連休入ってますから。ああ、そうです。もうぜひね、
ここに来ていただいて牡蠣を皆さん食べていただければ、うん、おうまっていうのが全部わかりますからね。いや牡蠣美味しかった。最高、海のものやっぱ海近いと新鮮なものが食べれるからすごい。あれですよ、ちょっと僕海の絶景でしょ、ゆうさっきの新潟からいらっしゃった方でしょ、うまいものでしょ、でさっき会長有名人でしょ、コンプリートじゃないですかこれ。あと何でしたっけ、本当は、あ、面白いやつだ、面白い探さなきゃいけない。本題のミッション以外は全てクリアしてしまった今回、果たして面白〇〇は見つかるのか。